一週間分の画像を全部まとめて作ります。ということでね、こんにちは、ろくはです。ね、一生懸命。噛んだ。はい、一週間分の作り置き始めていきます。材料はこちらです。しめじが2株、オクラが2パック、あときゅうりが2本と、人参ですね。それと白滝が、これは何グラム？お得用で250グラムですね。それとじゃがいもが4個、玉ねぎが1玉と、カニカマがね、2パックあります。20% 引きだったので、ね、いっぱい買ってきちゃいました。それと、カブが3個と、あとはツナ缶ですね。油のやつです。と、牛ロースの薄切り肉が400グラム、それと、牛肉の薄切り肉が150グラム。いや、こんなにね、いいやつじゃなくてよかったんですけどね、安いのが売ってなくてね、もうこれしかなかったので、ね、仕方なくこれ買ってきました。で、それが、こちらがですね、ブリの切り身ですね。これもね、ちょっと季節が外れてたりするんですけど、お安く売ってたのでね、もうこれ使っていきましょう。それと、エビですね、小エビ40グラムあります。乾燥してるやつです。はい、そして材料費は全部で2982円です。久しぶりに3000円切る材料費でね、いきますね。はい、それでは始めていきます。はい、それでは早速始めていきましょう。まずはフライパンに火をつけ、ごま油をね、大さじ1引きます。で、その間にちょっとね、これはブリをちょっとつけていくんですけれども、まずね、余分な水分を拭き取ります。キッチンペーパーでこうピピピッとやってね、こっちもほい。で、時短のためにね、ちょっとフォークでね、プスプス穴を開けていきます。プスプス、味がね、早く染みるようにね。で、反対もね、 OK で、そうしたら綺麗なポリ袋を準備しまして、こいつにね、いつものね、あれです、照り焼きのね、液体を作っていきます。今から入れる調味料を2対2対1で入れます。料理酒2ということで、50ミリ、50ミリも入ってないかな、まあこんなもんで、次みりん、同じく50ミリで、醤油25ミリ、ちょっと混ぜ、で、このね、さっき穴を開けたブリたちをね、浸していきます。ジップロックでもいいんですけど、ジップロックはね、ちょっとお高いので、あの、別に火を通すでもなく、ただつけるだけなら綺麗なポリ袋で OK ってことでね。で、ちゃんと浸して、なんとなくねじって、ピッと止めてね、空気をしっかり抜いて止めるとね、上までこう水分がね、行き渡るので、はい、で、常温でいいので、このまんまこの辺に置いて10分ぐらい置いておきます。で、そうこうしている間にフライパンが温まってきているので、ここにはこれ、豚肉薄切り 400g そのままボンと入れます。で、焼けるまでちょい放置。次、しめじいっぱいあるんですけど、こいつはね、レンチンしてあります。ちっちゃいのに入るかな。まああれですね、火が通ったらしんなりするので、頑張って入れましょうお尻を落として、このおがくずのところはね、取ってね、はい、で、このね、下の絆をほどきながらジップロックに入れていきます。うん、入りそうだな。もう一個も同じように、下を落として絆をほどきながらジップロックインです。まあ多少つながっててもいいです。食べるときにちょっとでかいなってなるだけなんでちょっとでかいなってなるのが嫌な人はこう取ってあげてくださいね。はい、で、こいつを電子レンジに入れて600ワットで4分チンしていきます。次、炊飯器、お釜にね、玉ねぎを入れていくんですけれども、玉ねぎはいつも通りね、頭とお尻を落として、ちょっと玉ねぎの皮を剥きまして、今みたくね、頭とお尻を先に落として、この皮の一番下のところにね、指をグッと突っ込むとね、非常にこうピリピリと剥けますのでね、とてもおすすめです。で、玉ねぎはなんとなくくし切り、はい、で、お釜、はい、はい、結構ね。次、人参洗って皮は剥かなくていいです。頭とお尻を落としたら乱切りしていきます。乱切りの最後の方ってちょっとやりづらいですよね。こと有識者の方にうまい乱切りの仕方があったら教えていただきたい。はい、大体1つをね、このぐらいの大きさに切ったら、この炊飯器に入れ、そろそろね、お肉がいい感じの匂いしてきてるので、ちょっとね、ひっくり返して、反対も焼きながら、いやー、焦げ目がついてるのいいですね。焦げはね、旨味でもありますからね。最近読んだお料理漫画にもそう書いてあった。ヤンキーくんのなんとかご飯みたいなタイトルのね、ウェブ漫画なんですけど、それも、そういうのもね、読んでね、情報仕入れてますのでね。概要欄に正しいタイトルでちょっと貼っておきますので、皆さんもよかったら読んでみてください。で、次、じゃがいも。じゃがいもね、もう洗ってあるやつが映ったので、さっと洗い。あ、じゃがいもは皮を剥きます。味が染みてほしいから。
新じゃがでね、こう皮が柔らかい時とか型崩れを防止したいですっていう場合は、まあ、剥かなくても OK です。はい、黙々とね皮を剥いたところで、このじゃがいもはね大きめにちょっと丸みを残して3分の1ぐらいの大きさにね切っていきます。多少皮が残っててもいいです。私の切り方はまずこっちのね3分の1のところで半分っていうか切るで、残ったやつを半分にするっていう風に切ってます。綺麗に3分の1になるからね。でもやり方はお好みですはい、で次白滝、こいつを水を切って、ザルに開けてもいいんですけどね、ザルちょっと洗わなきゃいけなくなっちゃうから、ちょっとなんか大変なことになってる。ほいで軽く洗います。水ここにザバッと入れて、でもう一回水切る。はい、でここにそのままザッと入れて、多少じゃがいもに干渉してもいいのでキッチンバサミでねここの上からチョキッと切っていきます。はい、 OK。 でそうこうしてる間に豚肉が結構また焦げた匂いをしているので、辺の絆をねほどきながら、これ固まってるとね中がピンク色だったりするのでね、放置しつつもこうチェックポイントはね見逃さないようにしてくださいね。固まってるのがいたら広げると、私はめんどくさいからそのままって入れてるんですけど、これ後から剥がすのがめんどくさい人はこうきれいにほぐしながらね入れてやると、この時の手間はなくなりますね。はい、でここにはまず料理酒大さじ1、みりんも大さじ1、ちょっと甘めね。で、おめんつゆを大さじ2と、豆板醤、ちょっと辛めにしますからね。豆板醤小さじ1、山盛り。ここにすりおろしにんにくを小さじ半分入れてよく混ぜる。ここにね、お好みでにんにくの芽を入れても美味しいですね。OK!ちっちゃい黒いヒラがどっか行っちゃった探さなきゃ。はい、ピリ辛豚丼の完成です。で次のためにお湯を沸かしておき、でこのね山盛り入ってるところにはさらに牛肉を一番上に乗っけます。牛肉をね上に乗っけることでね、すべての食材に牛肉の脂が行き、あの旨味がね行き渡りますので、牛肉は必ず一番上に乗せてください。ほんでもって白滝はちょっと避けたい、硬くなっちゃうからね。まあ炊飯器でやるからやわやわにはなるんですけど、はい、ほいでここにちょっとね満タンなんですけどね料理酒を100ミリ、みりんも同じく100ミリ。さすがに見えないとね、目分量でもねあのだいたいこのぐらい100ミリかなができないので測ってますねで醤油もこの量なのでね100ミリと、だしの素が4グラム、お水をひたひたになるまで、あーちょっと多いな、まあいいか頑張ってくれ炊飯器くん、こぼれたら後で拭くと。はい、レッツゴー。ほいでお次はオクラ、こいつはねネットごと洗いまして、で水を切ったら頭こう、あお尻を落とさなくて、頭を落として3分の1の大きさに切っていきます。もうねまとめて切っちゃう、3分の1じゃなくていいな、半分。はい、まあこの辺はねお好みで切ったらジップロックに入れまして、で電子レンジで600ワットの4分一チンしていきます。で続いてカブ、まずはね葉っぱだけ使いますカブは葉っぱも美味しいんですよ、絶対に捨てちゃダメですからね。大根の葉っぱでもいいです。はい、でねこの下のところと葉っぱを切り落としまして、よいしょ、あ結構砂を噛んでいる、なのでちょっとねもう一回洗いますね。まな板もざっと流して、はい、でだいたい1ミリぐらい、できるだけ小さく切っていきます。お湯私沸かしたよね、よし沸いたのかもう全然音がしないから沸かし忘れちゃったかと思った、とっくに沸かしていたのかほい、はい、で切るの OK と。でお湯が沸いてるのでもうねあのギトギトのフライパンをお湯でオフして、キッチンペーパーでよく拭きます。でごま油を大さじ2入れて温まるまでちょい待ちと。でねもう一個フライパン用意して、こっちにもごま油を小さじ1引いてちょっと温まるまで待ちます。でもろもろ待ってる間にこのカブをね皮を剥いていきます。下のねピロピロしてるところは落として、このね丸濃くて危ないやつをねピーラーで剥いていきますよ。そろそろ
お鍋温まっている頃なので、このざく切りしたね、カブの葉っぱをここに入れていきます。で、ちょっとしなしなしてくるまで炒めてやります。というか放置です。油をまとわせてね。 OK。 で、こっちのフライパンはまだな気がするけども、もうね、乗せちゃいます。さっき、一番最初につけといたブリの切り身、こいつをピャッと、まずは表面焼く。はい、タレは取っといてくださいね、まだ使いますからね。引き続きカブを剥くと。あー、チンできたの分かってるよ。そういえばね、会社でオンライン会議をする機会が増えてですね、録画したりとかもしてるんですけど、それをこう後で見やすくするようにね、前後を落としたりとか、そういうちょっとした編集をまあたまに担当の人に頼んでお願いしてたことがあったんですけど、前後のカットぐらいなら私全然できるぞと思ってまあ毎日ショート動画作ってますしね、特別編動画はね、私が編集してたりするんでね、毎日の動画はあれですよ、頼もしい編集さんがね編集してくれてるんで、そこはお任せしてるんですが、まあそれは置いといて、そう、私もね編集できるんでね、全然できるなと思って、あ、このぐらいの編集なら私やりますよっていう風に会社で言ったんですけど、そしたら、いやでも編集って結構難しいので、 YouTuber を目指してるか、今 YouTuber とかじゃなければお任せくださいみたいなこと言われて、おー、そっかーと思って、まあでもそこで、いやいやできるんでやりますよって言ったら、え、何 YouTuber 目指してるのとか言ったらね、ちょっと厄介なんで、私 YouTuber 内緒でやってるんでね、会社にバレないように引き下がってきたんですけど、まあそういうことがねありましたよっていう秘密で YouTuber やってるとね、こういう厄介なことがたまに起こりましてね今後何かあったらどうしましょうってねはい、で、カブがね、皮を剥けて、このね、頭のところは落としましたら、スライサーを準備しまして、もうね、カブたちをスライスしていきます。逆だった、こちら全然うまくできない。よしよし。で、スライサー最後の方ね、危ないので、これは無理せず後で細切れにしてここに入れれば OK です楽しくできるところだけね、シャッシャッシャッとスライスしてやってください。はい、危ないのでもうやめわー、よし、危ない、終わりもうやめ。で、ちっちゃい袋で入るかな。うん、入りそうだな。カブを全部移し、で、ちょっと一瞬このお魚をね、ひっくり返して、粗い焼き色、こっちも粗い焼き色ですね。で、半分焼けたら、ここにはね、つけていたタレをやっと入れて、しばらく煮詰めていきます。で、このね、スライス完全にできなかったカブは小さく切っていきます。細切りして、で、向きを変えて同じぐらいのね、幅で切っていけば、綺麗な細切れが、細切れ、細切り、小さい切れたやつができるってね。はい、かぶ切れたら、さっきも言ったようにね、全部ここです。で、葉っぱが結構しなしなしてきていて、もうね、あとはこの身に火が通ればっていう感じなので、ちょっとね、味をつけていきますよ。まず料理酒を大さじ1で、みりんも大さじ1、これいつも通りね。あと醤油も大さじ1。だいたいね、料理っていうのはね、醤油と酒とみりんと砂糖の組み合わせなんですねそれをどの配分でやるか、あとはたまに出汁が入ったりとかね。で、このね、カブのやつの出汁要素はエビです。エビそのまま 40g 全部入れます。もうね、小エビがね、余計な水分を吸いつつ、出汁も出しつつ、ドジャレみたいになっちゃったけど、そうじゃないんですよ。出汁も出つつ、でね、こういい感じに彩りにもなりつつっていう感じでね、もう一石三鳥みたいなね、状態になりますので、入れてもね、しっかりね、炒めていってください。で、まだ、カブのね、白いところが火が通ってなかったりするので、このまま水分を飛ばしながら、カブのね、白いところに火を入れていきます。ということで放置。で、次、放置されしきゅうり。こいつはね、塩もみをしたいんですよ。だからさっさとね、やっちゃいたい。まず頭とお尻を落として、で、程よいザルを用意して、今日も切るものなし。ね、スライサーで一思いに処理処理していきます。いや、先日ね、ツイッターで仲良くさせていただいているハトコックさんっていう方がね、ツイキャスをやってらっしゃるんですけど、そこでね、私のもう呼んでいただいてね、こうお話しさせていただいたんですけど、ハトコックさんがね、ツイキャスで毎日配信をされているってことでね、毎日ってすごいなーってずっと思ってたんですけど、で、そこでね、なんと嬉しいことにね、そのツイキャスを始めたきっかけが私だということでね、お話ししてくださいまして、あら、なんて
嬉しいことなんでしょうとね。そのね、あの対談の様子に、対談をしてたんですけど、対談の様子にアーカイブでも残ってますので、皆様もぜひぜひご覧いただければと思います。いやー、 YouTube やってるとね、こういうね、いいことがあってね、だからやめられないね。YouTube を始めてね、良かったなって思うことはね、意外とやればできるんだなって分かったことですね。何でもちょっとハードル高そうだなと思ってたんですけど、まあ始めてみたらできるし、こうさっきも言ったように編集とかね、あの人にお願いしたりして、自分にできないところは頼んでとか、あのいろいろやればね、しっかり進められるし、もうね、一歩踏み出してみるって大事なんだなと意外とやってみりゃできるとっていうね、学びがあったっていうのがね、 YouTube やってよかったなって思ったとこですね。あとはね、皆さんからこう見ていただいて、作ってみたよとかいろいろコメントだけ言うとね、とっても嬉しいのでねそういう喜びを知れたのもね、よかったかなと思ってますはい、で、倉庫行ってる間にね、ガシャガシャ言いながらね、きゅうりが全部千切りじゃない、スライスできましたので、ここにはお塩をね、大さじ1山盛りぐらい振りかけて、もみもみしていきます。水分を抜いていきますね。で、もみもみして全部のスライスに塩が行き届いたら、しばらく放置。こうしていたらもうね、ブリがね、ちょっと放置しすぎて結構大変なことになっているので、これはもう OK、 焦げちゃったなはい、ブリの照り焼きの完成です。焦げてるところはお湯でね、浄化しておきましょうね。こいつもなんか焦げてる感じがするので、うん、まあまあよしちょっと焦げたけど、カブの葉と小エビの炒め物の完成です。あ、全然足りなかった。で、キュウリのね、水分を抜いてる間にもうね、放置されし野菜たちに味をつけていきます。まずは一番最初から放置されている、しめじですね。こいつにはツナ缶を油ごと入れます。油じゃないツナを使っている方はオリーブオイルをね、大さじ2ほど入れてくださいね。で、ここには寒炭酢をこのしめじたちの半分ぐらい、いや嘘大さじ2ぐらい入れて、で、塩小さじ半分入れたら口を閉じて、塩がね、全体に行き渡るようによく混ぜます。はい、しめじとツナのマリネの完成です。で、次カブ、こいつにはこれね、寒炭酢を半分ぐらいの高さまで入れていきます。はい、こんなもんですね。で、オリーブオイル大さじ1入れて、黒胡椒お好み、パパパパパーっと、はい、入れて、ここにも塩をちょこっと、一つまみぐらいかな、入れて口を閉じて、胡椒とね、塩が全体に行き渡るようによく混ぜて、はい、カブのマリネの完成です。なんか餃子の皮みたいだねで、オクラ、こいつにはまず醤油小さじ2と、だしの素これを2g と、砂糖よ小さじ2、あー、はい、それとすりごま、こいつを 30g、 ごまはね、多ければ多いほど美味しいですから、たっぷり入れたってください。ごまを美味しくするコツはごまをケチらないことです。はい、で、砂糖とごまが全体に行き渡るようによく混ぜます。はい、オクラのごま和えの完成です。で、もろもろやってる間に、そろそろね、きゅうりの準備が OK かと思いますので、全力で握ってね、水分を抜いていきます。きゅうりがね、水が切れたところで、ここにはね、カニカマ2パック入れていきます。1パック何グラム入ってんだ、 110g です。なので 220g 入りますね。カニカマをしっかり食べるサラダということでねいや、私カニカマ好きなんですよね。あの、味をつけるときにほぐすので、ここではもうボンボンと適当に入れて大丈夫です。で、自分で自分に水落ちアタックしちゃった、フィルム取るのに、はいね、おふざけをしていないではい、カニカマ全部移せたら、ここにはね、ごま油を小さじ2、はい、入れ、で、寒炭酢、こいつを大さじ2入れ、醤油を小さじ1入れ、鶏ガラスープの素を、あー、めっちゃ入った、小さじ半分入れ、ごまを、いりごまですね、いりごまをたっぷり、10g ぐらいかな、
入れて口を閉じて、このカニカマをねほぐしながらよく混ぜます。はい、カニカマとキュウリのさっぱりあえの完成です。それでは炊飯器があと28分なので、この辺の片付けをしながらちょっと待ちます。はい、それではね28分経ちまして、炊飯器が呼んだので中見てみましょう。オープン。おう、もりもり結構、あーいいね、じゃがいもにもしみしみですよ。結構ね崩れなくていい感じになってますね。豚に、あー牛肉もねちゃんといい感じですね。お汁もたっぷりでね、これはねもうね余ったらねカレーになりますそれを見越してのこの水分量ですからねはい、それではじゃがい、肉じゃがの完成です。これで全部できました。はい、それではね今週の作り置き全部できました。順番にご紹介していきます。まずこちらがカブの葉とエビの炒め物ですね。これはねチャーハンにするととてもとても美味しいでございます。はい、でこちらが豚肉のピリ辛、ピリ辛豚丼ですねニンニクとね豆板醤が入ってね、もうご飯に合う味付けになっております。お好みでねここにキムチを入れて食べたりね、あとはニンニクの芽を入れていただいてもとっても美味しくいただけます。でこちらがブリの照り焼きですね。ちょっと焦げちゃったんですけど、まあそれも煮詰まっていい感じということでこうねいい感じにこっくりね色がついてね、うまくできたんじゃないかなと思います。焦げちゃったけどでこちらが、オクラのごま和えですね。ちょっと見づらいんですけど、これはねもうあのごまの旨味がたっぷりでとてもとても美味しゅうございます。でこちらがしめじとツナのマリネですね。これもね、あのそのままパスタにしたりパンに挟んだりとかね、あのご飯も進むしねとてもおすすめでございます。でこちらカブのマリネですね。これまだねあのつけてるところなんであれなんですけど、まあ大体半日すればね食べ頃、その先もねまあ大体1週間ぐらいは持つかなっていう感じですね。でこちらがキュウリとカニカマの、さっぱりあえですね。これはねもうねパリパリのキュウリとねカニカマの旨味とねごまの食感といろいろ合わさってねとてもとても美味しいです。私ねこれね一人ほぼほぼ一人で食べちゃいますねでこちらが肉じゃがですね。肉じゃがはねもう言わずもがなですね。液体分がいっぱいなので余ったらカレーにしてやりますはい、それでは今週は全部で8品です。8ですね。8品が全部で49分と、放置が28分でできました。なかなか早いね。はい、それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、あとはね、コメントなどなどいただけるととってもとっても嬉しいです。はい、それではありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。